2023年今年ですね、7月の6日から9日まで、横浜パシフィコで1万平米を使ってアートフェアを開催します。これは国際的なアートフェアになる予定で、なぜ国際的かっていうと、大体約80のギャラリーが参加する予定なんですけれども、約7割から8割が海外のギャラリーを予定しております。で、2割から3割が日本のギャラリーさんになる予定です。それで、ギャラリーの、選考委員会っていうのがあるんですけれども、基本的にアートフェアは選考委員会を通して、それに受かった人たちだけが入るっていうような仕組みになっているんですけれども、選考委員会のメンバーには、すごく世界的にもかなり有名でもある、ギャラリーさんが入ってくださいました。その中では、フェイスギャラリーのマークさん、ブラム&ボーンのティムさん、セリーゴールからはジョンさん、そしてイーチモダンからはヤジさんという形で、国際色豊かなギャラリーさんが集まってくださいました。またアドバイザリーボードとしてご意見をいただくボードメンバーには、大林さんをはじめ、森吉子さん、あとは高橋龍太郎先生、田口美和さん、そしてハーワード・シンディ・ラ・チョッキさんというかなり著名なアドバイザーの方たちに入っていただいたので、すごく基準の高い国際基準を突破するアートフェアになるのではないかなと予想されています。で、アートフェアの中ではなんですけれども、4つのセクションに分かれておりまして、1つはギャラリーセクション、こちらはリーディングギャラリー、著名なギャラリーさんが申し込んでくださるようなギャラリーのセクターがあります。で、もう3つは日本の名前を付けさせていただいたんですが、花といって、フラワーですね、アップカミングの若手のギャラリーさん、そして中堅までのアーティストさん、ギャラリーさんに焦点を当てたセクター、そして枝っていう名前は、キュレーションされている、もしくは、歴史的に著名な、すごくコンテクストのある作家さん、それがアジアに基づいた作家さんならただよしっていうところなんですが、っていったところのセクター。そして最後が種っていうセクションなんですけれども、新しいメディアですね。なので NFT とかも含む、デジタルアートだったり AR、VR、アニメーションというようなセクターを設けました。なので来てくださった方によっては、そういったセクターをどこから見ようかなという形で楽しんでもらえたらいいのかなと思っております。日本という都市はすごく世界的にも魅力のある都市で、コロナが明けたら真っ先に行きたいのはジャパンだとこう言ってくださる方がすごく多かったと思うんですね。で、何が魅力なのかということは、もちろん都市の景観、あるいは地方の景観というようなこともあるでしょうし、歴史的な遺産もあれば、しかし新しいものもあるということで、非常に全体が魅力を持っている国だというふうに言えます。正直言って、一番やっぱりその欠けている部分は、グローバルなその現代美術のところが一番まだまだこれからかな。正直言ってグローバルなギャラリーさんはそのソウルとかと比べると非常に少ない。香港と比べるともっと少ないということで、本当にグローバルなギャラリーさんが出てこれるような魅力のある街になったらいいなというふうに思っています。それはなぜ大事かというと、やはりその世界でどういう、アートが評価され、そういう世界でどういうアーティストが人気があって、でどういう人たちが実際に世界の舞台で今輝いているかということを、そういうことがいろいろな、ビジネスの間でも共通の言語となっているので、特にその若い世代のビジネスマンの方たちの間ではですね、非常にその今現代美術で何を起きているというのが非常にある意味そのいろいろな形でのその人と人をつなぐキーワードになっているぐらいだと言っても言い過ぎじゃないと思うんですね。やはりこれから日本のような成熟した国では、ソフトパワーがすごく大事になると。で、日本はずっとこのテクノロジーで非常に世界のマーケットをリードしてきたんですけど、今それがですね、韓国とか中国とかに、あるいはインドにこう
抜かれて、まあ、製造業もですね、非常にその今世界競争の中ではなかなか厳しいポジションにいると思うんですけども、やっぱりソフトパワーとハードと、まあ、その両方というのが、別々のものじゃなくて、やっぱりそれぞれが高めていくものだと思いますので、まあ、こういう日本の今まで独立してきたその技術であるとかテクノロジーであるとかサイエンス、こういうものをさらにまたもう一度伸ばしていくためには、非常に例えばアーティストの非常に、自由な発想とかクリエイティブな発想とか、そういうものが私は日本のそういう科学技術にも役に立つというふうに思ってます。そういう中でやはりやっぱり現代技術は本当に今起きていることなので、でこういうものを日本のいろいろなそういう科学者技術者の人ももちろんですけども、ビジネスマン、ビジネスマンの方たちにも見てもらいたいと思ってますし、まあ、そういうものが日常の会話になることによってますます日本は世界の中でも輝いてくるんじゃないかなと、こういうふうに思ってます。小林さんがおっしゃった通り、日本の文化はすごいリッチだと思うんですね、もうすでに。で、まあ、美術館の数もそうですけれども、各地方に美術館があって、でギャラリーの方たちももちろんいらっしゃって、食文化も素晴らしいと思うんですね。でミシュランスターがこんなに東京にある国は他にはないと思うし、まあ、そういった意味ではすごいもうすでに成熟はされているのかなと。ただ、機会が海外に対してこうプロモーションする機会、まあ、いろんな方たちが多分国外に行ってやられることは多かったのかなと思うんですけど、国内の中でじゃあ海外の人たちに発信するっていう機会が少し少なかったのかなと私は感じています。やっぱりもうすでにあるものをどうやってプロモーションしていくのかなというのが要になるのかなと感じています。で現代アートで今回のアートフェアをやることによって、それこそアートフェアってコミュニティ作りなので、アートフェアの中でいろんな方たちがいろんな国の人たちにいろんなジャンルの人たちがあって、でそこでいろんな意見を交換するっていう場になれればいいかなと思ってます。日本は本当に素晴らしいアーティストがいるんですけども、知られない日本とか、まあ、あるいは一部のアジアですごく評価をされてですね、それでこう人気が出る作家もいて、値段もまあ上がったりするんでしょうけども、やはりそのアジアだけじゃなくて、やっぱりヨーロッパでも評価され、それから、アメリカでも評価されることによって、初めてその、まあ、まあ、メジャーなミュージアムでそのショーができるような作家に。やっぱりそこに目標を持ってもらいたいと思いますし、まあ、そのギャラリーとそのアーティスト、まあ、アーティストを育てるギャラリー、それからコレクター、まあ、この辺がやっぱりみんなで一体となって、やっぱりこうグローバルにどうやったらそのアーティストを、ね、紹介できるかということも考えていく必要があったなと思いますね。まあ、そういう意味で、グローバルなアートフェアってすごく大事なのは、コレクターにとって大事というよりむしろアーティストにとっても、ね、すごく大事な場なんだろうなと。アートフェアってアートコミュニティを作るところで、エコシステムを作っていくっていうことだと思うんですね。なので、そういうふうに全体、町全体、そして国全体で一緒にやっていくっていうのがすごく大事になってくるかなと。これは秘訣なのかは分からないんですけれども、アートフェア自体はもう販売をする場所で作品が購入できる場所なんですけれども、それだけではなくて、ではその周りで起きているプログラムだったり、アーティストトークだったり、VIP プログラムだったりとかも、街全体でこう一緒になってやるっていうことなので、やっぱりいろんな方々の協力のもと、いろんな方々が楽しんでもらうっていうのが、すごく成功を導いてくれるんではないかなと思っています。で実は香港も、私の会社の代表の者たちがアート香港っていうのを最初に始めて、それが、香港のバーゼルに買われて香港バーゼルになったんですけれども、それまでにやはり6年から7年かかっているんですね、その、大きさの規模になるまで。なので、まあ、時間は少しかかるかなと思ってます。ただ、まあ、うちのチームが今アジアで6カ所でアートフェアをやっていて、シンガポール、シドニー、上海、インド、そして台湾で東京なので、そういったネットワークをチーム全体で作りながら大きくしていくっていうところは、まあ東京現代のメリットではあるかなとは思っており